アベナ貴族はアメリカ合衆国ではネイティブアメリカン、カナダではファーストネーションに数えられる北アメリカ大陸における先住民族のうちの一部族である。アルゴンキン語族の中の東、アルゴンキン語族に分類される言語の一つであるアベナ記語を話す部族としても知られている。アベナ貴族はカナダではケベック州や沿海州、アメリカ合衆国では ニューイングランド地方で暮らしている。この地域は東、アルゴンキン語族では、夜明けの地を意味する、ウォーバナキックと呼ばれている。アベナ貴族は、ワバナキ連邦を構成する語部族の一員である。アベナ貴族は、言語的、地理的に、グループ分けされており、歴史的には、中心となるべき強い権限というものは、存在しなかった。いくつものバンドや部族に分かれており、 文化的な特性を共有していた。アベナキご中音消失が起こった形のアブナキは、それぞれアベナキ語で、夜明けの地の人々を意味するワバナキまたは、ウォベナキックに由来する。この二つの言葉はしばしば混同される。ウォベナキックは、ウォバンと、秋、土地を組み合わせた言葉に由来する。この地域の土着の呼び名は、ニューイングランドやカナダの宴会集に対応している。 周辺地域でアルゴンキン語族を話す部族でもこの呼び名が時々用いられた。アベナ貴族は自分自身を真の人間を意味するアルノブイク、または男たちを意味するアルナンベルと呼ぶ。アベナキ語はペノブスコット語と密接に関係している。パサマクオリ、マリシート、ミクマクや、その他東部アルゴンキン諸語とも言語的な相似が見られる。アベナキ語は 話し言葉としては絶滅の危機に瀕している。部族の人々は、アベナキ号を復活させるために、小田クの保留地やニューハンプシャー州、バーモント州、ニューヨーク州などで尽力している。アベナ貴族は、民族学的には西アベナ貴族と東アベナ貴族の二つに分けられる。アベナ貴族の主な氏族は以下の通り。 カバ川で作られたアベナキ族のウィグワムン・ディキナと呼ばれるアベナキ族の故郷はニューイングランド地方北部からケベック州南部、沿海州南部にかけて広がっていた。東アベナキの人口はニューブランズウィック州、メイン州、ニューハンプシャー州のホワイト山地に集中していた。西アベナキはバーモント州、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州のコネチカット川沿いの谷で暮らした。 ミシコイ族はシャンプレーン湖の東岸沿いに、ペナクック族はニューハンプシャー州南部のメリマック川の谷で暮らしていた。ニューイングランドにヨーロッパからの移民がやってきたこと、また多くの戦いが起こったことにより、アベナ貴族はケベックへの交代を強いられた。1676年から1680年まではシルリーで暮らしていた。その後、 約20年間は、ショーディエール川の滝付近の土手で暮らし、さらに18世紀初頭には、小田なくやウォーリナくに移った。当時の安倍ナ貴族は、狩猟、魚老、罠猟、ベリー類の採集、またトウモロコシ、豆、カボチャ、ジャガイモ、タバコ等の栽培による、自給自足経済であった。その他、ベリーを収穫するためのカゴを作ったり、樹液を煮詰めて、メープルシロップを作った。 カゴ作りは伝統工芸として現在も続けられている。イギリス対フランスの戦争が起こると、アベナ貴族はイギリスの移民に自分たちの土地を追い出された経緯からフランス側についた。この時代においてマリシート族のネスカンブイットまたはアセクンブイットという人物が140人以上の敵を倒しナイトの称号を受け取ったという逸話がある。すべてのアベナ貴族が フランス側について戦ったわけではなく、故郷に留まった者も多くいた。アベナ貴族の貢献は広く報道されることはなかった。カナダでは二つの集落が築かれた。一つは、サンフランソワ・デュラクで、現在は、アベナ貴語で、気郷という意味のオダナクと呼ばれている。もう一つは、セントローレンス川南岸のベカンクールで、現在は、ウォーリナクと呼ばれている。 これら二つのアベナ貴族の保留地は成長と発展を続けてきた。約400人のアベナ貴族が合計7平方キロメートルに満たない二つの保留地で暮らしている。バーモント州、ニューハンプシャー州には約3200人のアベナ貴族が主にシャンプレーン湖の周辺地域で暮らしている。保留地にいない残りのアベナ貴族はカナダからアメリカにまたがる。 様々な都市や町で暮らしている。カナダでは、オンタリオ州、ケベック州、ニューブランズウィック州、アメリカでは、ニューイングランド地方北部に多い。アベナ貴族の男女歴史家のダイアナ・ミュアーは、色恋連邦と接触する前のアベナ貴所族は、帝国主義、拡張主義的な文化であり、三姉妹と呼ばれるトウモロコシ、豆、カボチャの濃厚によって、 多くの人口を支えることができたと論じている。彼らは主に周辺のアルゴンキン所属と戦ってきた。ミュアーは、考古学的な記録を用い、イロコイ連邦のアルゴンキンの土地への侵入は、アルゴンキン所属が農耕を導入していたことにより、頓挫したと論じている。つまり、イロコイ連邦に征服される脅威から守るために、十分な戦士を抱え、それを支えられる多くの人口があったということである。 1614年、トーマス・ハントが24人の若いアベナ貴族をイギリスに連れて行った。ヨーロッパ人により来たアメリカの植民地化が進められている中で、アベナ貴族の領域は、イギリス帝国がマサチューセッツに設けた新たな植民地とフランス領のケベックとの間にあった。いずれも土地の境界に関して同意していなかったため、両国間で争いが絶えなかった。 アベナ貴族は伝統的にフランスと同盟を結んでいた。イギリスの攻撃や新たな伝染病の流行により全滅の危機に瀕したアベナ貴族は1669年頃にケベックへの移住を開始した。ヌーベルフランスの知事は彼らに二つの土地を貸し下げた。一つは現在オダなくインディアン保留地として知られているサンフランソワ川に面した場所で、 もう一つは現在ウォーリなくインディアン保留地と呼ばれているベカイクール付近の場所であった。ワンパノアグ族のメタコメット州長がニューイングランドのイギリス人入植者と戦った1675年のフィリップ王戦争でアベナ貴族はワンパノアグ族の味方をした。アベナ貴族はメイン州で3年間戦いを続けた。アベナ貴族は白人入植者に 村や家屋を襲撃され、後退していった。1678年に平和条約が締結され、戦争が終結したが、多くの人々が殺され、生き残った者もバミューダ諸島に奴隷として売り飛ばされた。1702年から始まった安城戦争では、フランスと同盟して戦った。メイン州ウェールズからカスコにかけて、数々の小さな村が襲撃され、10年以上の間に、 約300人が殺害された。戦争が終結すると襲撃も収まった。捕虜の中にはモホーク族やアベナ貴族に引き取られる者もいた。年配の捕虜は身の白金を求められることが普通だった。ラル神父戦争ではセバスチャン・ラル神父に促されアメリカ人入植者の侵入を止めるために戦いが起こった。マサチューセッツの民兵がラル神父を捕らえると アベナ貴族は、ブランズウィック、アロージック、メリーミーティングベイの入植地を襲撃した。マサチューセッツの政府は戦戦復刻し、1724年のノリジウォックでのチミドロの戦いで、ラル神父が戦死した。そこを川上流、現在のメイン州、フライバーグ付近の村では、1925年に、ペクワウケットの戦いが起こった。 その後、ボストンとカスコ湾で平和条約に署名されたことで戦争が終わった。ラル神父の死後、アベナ貴族はセントフランシス川に面した集落に移った。観光事業の成長により、カナダのアベナ貴族は彼らの伝統や文化を守りながら近代的な経済発展をすることができた。一例として、ケベックで最初にして最大規模の先住民の博物館である。 小田な歴史資料館が挙げられる。年間5000人以上がこの資料館を訪れる。安倍な貴族の運営する企業もあり、ウォーリナ区にある、ジェネラルファイバーグラスエンジニアリングでは、多くの先住民を雇い、年賞は300万カナダドルを上回る。小田なくは、交通や物流において活気がある。この地域からは、映画監督のアラニス・オボムサウィンなどの著名人も、輩出している。 アメリカでは、ペノブスコット族とパサマクオディ族が連邦政府に認定されている部族である。バーモント州2006年、バーモント州はアベナ貴族を部族としてではなく、民族として認定した。州は以下のように述べた。フレンチ・インディアン戦争の後、保留地にわずかな数のアベナ貴族が残された。その後、優勢学的なプロジェクトにより、 アメリカのアベナ貴族は避妊手術や妊娠中絶を強いられ人口を大幅に減らしてきた。しかし多くのアベナ貴族は同化されてはいない。上記のことから1669年頃にアベナ貴族はフランスの支配下にあったカナダへの移住を始めた。アメリカに泊まることを選んだアベナ貴族はカナダのアベナ貴族のようにうまくいってはいなかった。アベナ貴族が欧米人に受け入れられると 植民地の社会に組み込まれ、部族のつながりは失われた。20世紀初頭には、州の政策によって、不妊手術や妊娠中絶を強制された。アベナ貴族に施された不妊手術の件数は3400を上回った。手術に際して、インフォームドコンセントがなされたという証拠書類は残っていない。この時代の後、アメリカに残ったアベナ貴族は、 白人として通用するようになった。当時、不妊手術を受けた多くの子供たちは、自分たちが医師に何をされたのかさえもわからなかった。バーモント州には4つのアベナ貴族のコミュニティが存在している。バーモント州には4つのアベナ貴族の集落がある。2011年4月22日、州は、ナリーガンバンド・オブ・ザ・クーズック・アベナキ・トエルヌ・アベナキ。 の二つを公式に認定した。2012年5月7日には、残る二つのアベナキネーションオブミシコイ、コセックトラディショナルバンドオブザコアスアベナキネーションも認定された。ニューハンプシャー州ニューハンプシャー州のアベナキ族は、他の先住民族と共に、少数部族として認定させるための法律を提案している。この法案は2010年に、衆議会で議論された。 法案の内容は、州知事や州議会に対して諮問グループとしての役割を担うネイティブアメリカンに関連した委員会を創設することであった。アベナ貴族は民族として州の正式な認定を得ることを望んでいる。現在ヨーロッパ系アメリカ人によって所有、占有されている土地がアベナ貴族が所有権を持つことにつながる恐れがあるとして法案に反対している者も,もいる。 また、州による認定はカジノを開くことへの一歩になるのではないかと不安に感じる者も,もいる。しかし、この法令はいかなるネイティブアメリカンやアベナ貴族に他の特権を与えるものと解釈してはならない。と明言されている。ニューハンプシャー州はネイティブアメリカンを拡大するギャンブル産業から切り離すことを考慮してきた。委員会は州の文化宝部の下に組織される。 州の先住民族の収入源とするために売り物とする創作物に先住民が作ったトラベルを貼ることが法案により許可される。州内の多数の先住民グループはニューハンプシャー部族間協議会を創設し、州全体にわたって会合やパウアウを開催している。アベナ貴族の男性イエズス会通信ではアベナ貴族は食人の文化はなく従順、利口で、 節度を持って飲酒すると描写された。アベナ貴族のすべての部族は、ニューイングランド地方南部のアルゴンキン語族と似通った生活様式であった。彼らは、食用の穀物を栽培していた。村落は、肥沃な河川の氾濫源の近くに位置していた。狩猟や魚老、野生植物の採集も、食料の調達において重要である。一年のうちほとんどは、 彼らは散在したバンドで拡大家族を形成していた。それぞれの男性は彼らの父親から受け継がれた領域で狩りをした。春と夏には植え付けや漁労のために川沿いや海岸沿いの一時的な村落にバンドが集結した。これらの村は周囲の同盟部族や敵対部族、またヨーロッパ人の状況により防衛強化が必要となることもあった。 アベナ貴族の村落の規模は、色濃い連邦のものと比べて、かなり小さく、平均すると、約100人ほどであった。大部分のアベナ貴族は、樹皮で覆われたドーム状のウィグワムで暮らしていた。当期には、アベナ貴族は内陸に移動し小さなグループで暮らした。住居は樹皮に覆われたウィグワムで、形は味方に売れば平原インディアンのティピーにも似ていた。冬の間、彼らは、 塩水系のウィグワムの中で熊や鹿の毛皮を着て暖を取った。色イ,イ族のものに似たロングハウスを建てることもあった。アベナ貴族は様々な方法で伝統や生活様式を維持している。彼らはまたダンスなど違った伝統も多く守っている。これらのダンスが演じられている間は彼らの文化に敬意を表すために写真撮影は許されていない。歌っている時は起立する。 敬意を持って見るために起立するといった指示も出される。現代風にアレンジされた、アベナ貴族の既婚男性の伝統的な、髪型伝統的に、アベナ貴族男性の髪は、長髪で、結んでいなかった。彼女を見つけた時に、髪を結んでいた。結婚すると、ポニーテールにして、その他の部分は反った。現代では、髪をすべて編み、横と、後ろだけを反り上げる。 この髪型の意図として何よりも重要なのは、婚約や安倍な貴族の男としての定説を表明するということである。キリスト教の結婚とほぼ同じように、結婚指輪の交換をする。指輪は外部の人々に対し、夫婦であることの目に見える印となる。髪型を変えることは、複雑な求婚の過程を象徴している。 男性は女性に、その女性のびとくなどで装飾された木の箱を送る。女性もまた、同じような箱を男性に送る。部族の全員が結婚に同意する必要がある。その後彼らは大地に柱を突き立てるが、結婚に反対したい者はその柱を梱包などで打つ。誰も反対する者がいなければ、結婚が成立する。安倍な貴族は、農耕社会であり、農業を、 狩猟採集で保管していた。男性は普通カリウドであった。熊や鹿、魚、鳥を狩猟した。女性は畑仕事をして穀物を育てた。畑では三姉妹と呼ばれるトウモロコシ、豆、カボチャを一緒に育てた。トウモロコシの茎に豆が絡みついて支え、その根元をカボチャが覆い、雑草を減らした。 ニューヨーク西方の色濃い連邦の6部族や他の多くの北アメリカのインディアン部族が母系制であったのとは異なり、アベナ貴族はニューイングランドの部族に一般的な不系社会であった。組織の意思決定は合意形成によってなされる。この考えはどの組織にも同じことが言える。なので、それぞれの組織は代表者を選ぶ。それぞれの組織は公平なまとめ役に、 組織の判断を伝える。もし意見の相違があったら、まとめ役はもう一回議論するように言う。さらに議論を重ね、すべてのメンバーが完全に理解できる着地点を探る。部族で問題を議論するときは、平和と秩序を守れるか、道徳的に正しいことか、現在、未来の組織の保全となるか、の三つの真理をもとに考える。これらの真理は組織のすべての討議において、 指針となる。何かを変えることに対して同意が得られなければ、現状維持となる。ストーリーテリングは、アベナ貴族の文化の重要な部分を占める。娯楽としてだけではなく、教育方法としての一面も見せる。アベナ貴族は、物語の内容を自分自身に捉え、彼らが昔どのように生きていたか理解する。物語は子供たちに、身の振る舞いを教える手段としても用いられた。 子供を罰するのではなく、しつけとして物語を聞かせていた。アベナ貴族がヨーロッパ人と接触する前、人口は4万人を数えていた。東アベナ貴が約2万人、西アベナ貴が約1万人、宴会州地方に約1万人が分布していた。初期のヨーロッパ人漁師との接触により、16世紀にアベナ貴族を2つの伝染病が襲った。 一つ目は1564年から1570年にかけて流行したが、具体的に何の病気であったかは分かっていない。二つ目は1586年に流行したチフスであった。ヨーロッパ入植者がマサチューセッツに到達した1620年より、前の10年間でニューイングランドから沿海州にかけて、主治の病気が急速に広まった。 メイン州では1617年に非常に深刻な状態であり、死亡率は75%で東安倍なきの人口は約5000人まで減少した。比較的隔離されていった西安倍なきでは死亡率が若干低く、1万人の人口は約半分に減少した。1631年、1633年、 1639年には新たな伝染病の天然痘が広がり始めた。1639年には未知の病気が、さらに翌年にはインフルエンザが流行した。1649年に再び天然痘、1659年にはジフテリアが流行した。1670年に天然痘、1675年にインフルエンザ、1677年。 1679年にも天然痘が流行した。1687年には天然痘の他にマシンも広がった。天然痘の流行はその後も1691年、1729年、1733年、1755年、1758年と続いた。安倍な貴族の人口は減少を続けたが、1676年には、 フィリップ王戦争に負けて、住処を追われたニューイングランド南部の部族が数千人、加わった。このため、ニューイングランドのアルゴンキン系部族のほとんどすべての子孫が、アベナ貴族の間で見られる。一世紀後、アメリカの独立後には、アベナ貴族の人口は1000人を割っていた。1990年の国勢調査では、アベナ貴族と自認している者は1549人であった。 2000年の国勢調査では2544人で、また安倍な貴族を祖先に持つ者は6012人であった。カナダでは1991年の調査で945人、2006年では2164人であった。ありがとうございます。